はい、こんばんは、タカです。先週の金曜日に大きくドルが売られてから一気に相場の流れが変わった感じがあります。もう流れとしては完全にドル売りという形が出ているんですけども、これが日足で見ていくチャートと週足で見ていくチャートで景色が全く違います。簡単な相場ではないとは思うんですよね。そのあたりチャートから見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックスの1時間足、日足を重ねています。今日に関してはまだあんまり動きは出ていないんですけども、しっかり安値は更新はしてきています。ひとまずドル売り、継続した流れにはなっているということですね。日足を見ていけばもう綺麗な上昇トレンド、押しがあればまずは押し目を拾っていく、このサポート割れなければどこかで押し目買いという形がね、一般的な考え方かなと思います。ただ今のところこの売りはかなりきついですよね。なかなか買いが入ってきていない、もしくは入っているのかもしれませんけども、それ以上にドルが売られているという形が出ています。この理由というのは僕は上位足にあるんではないかなと思っています。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足を見ていくとここレンジ相場なんですよね。先週も金曜日に大きくドルが売られていて、終わり値で見ていけばレンジの枠の中で引けています。ということはこれまだレンジ相場なんですよね。ならばこのあたりはレンジの上限、今週売りが入ってもまあこれは何もおかしくないといった状況があります。日足で見ていけば押し目買いしか見えなくても、こういった週足を見ていくとまだまだレンジ相場、しかもレンジの真ん中ですから、この位置からね、買われるのか売られるのか、これを判断するのは難しい場所ということにはなってくると思います。基本的にチャートというのはね、上位足の方が強い、上位足の流れに買い足というのは飲み込まれるんですよね。ただし、波の反転が起こるような時というのは、買い足から流れが反転していきますんで、上位足の流ればかりを信じるわけにもいかないんですけども、今のところは今週に入ってからのこのドル売り、この週足のレンジというのを意識しているんではないかなと。ならば、見ていけるのはこのレンジの上限から下限に向けた動き、もしくはこのレンジ上限までの戻りですかね。このレンジ上限というのは今週の初め値でもあったりします。もちろんこの壁を抜けてくればまた流れも変わってきます。見方もだいぶ変わってきますけども、今はこの上の壁、この壁を意識して戻りを叩いていこうかなと思っています。つまり戦略としては週足のレンジ相場を見ていくということになりますね。ただし、これは僕がそう思っているだけでね、流れとしてはやっぱり短期足は上昇トレンドが見えています。ここの部分ですよね、綺麗な上昇トレンド見えていますので、押し目からの買い、これを見ていくのが決して間違っているというわけではないと思います。そのためにはこのレンジの高値、これをもうさっさとブレイクしていきたいところではありますよね。これをブレイクしてくれば、このレンジを見ているベア派、つまりは僕みたいな考え方を持っているベア派の根拠が崩れるということになります。そうするとね、一気にショートの買い戻しというのが入ってきて、高値をしっかりブレイクしてくることになるかもしれません。ドルロングを見ていくんであれば今週の初め値、このあたりをしっかり抜けてほしいところではありますね。なので今週の初め値、このレンジの上限というのはブルーとベアとの分岐点、超えてくれば買いの勢いが強くなる、超えなければ戻りの勢いが強くなる、そういった分岐点になっていると思いますんで、トレードをしていくんであればこういった強いレジスタンス、ここを基準にこのラインを利用してトレードをしていくのがいいのではないかなと思います。僕はひとまずはこのレンジ相場を見ていこうかと思いますんでね、ここを超えない限りはここをバックにショートというのを考えていきたいと思います。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。今日に関してはちょっと驚くぐらい値動きがないですね。ただし、欧州時間に入ってから少し動きが出てきましたかね。まずはこのドル売りですかね。あとは豪ドル買い、まずは注目はこのドル売りですかね。これはもう今週に入ってからずっと流れは出ています。この売りによって昨日の安値も割ってきていますんで、このドル売りの流れは継続して見ていきたいなと思います。昨日の値動きなんかは参考になるんじゃないかなと思うんですよね。昨日はもうドルの一人負けなので、トレードをしていくんであればね、この弱いドルに対して何を買っていくのか、強い通貨というのを見ていきたいところなんですけども、何が強くなってくるのかなんていうのは正直蓋を開けてみないとわからないんですけども、ただ2月に入ってからこの豪ドルとポンドに関しては強い流れが続いています。それに対してユーロや円というのは少し弱いんですよね。なので見ていくんであれば豪ドルやポンドのロング、あとは昨日なんかはすごく円が強かったですから、その翌日ということもありますんでね、円の方も見ていくのも面白いかもしれません。ドル円のショートということになりますね。この3通貨を注目して今日は見ているんですけども、ただ今のところあまり動きがないですからね、この後夕方にかけてどうなるかを見ていくことになります。あとはもうこの黒線に関してなんですけども、黒線がちょっと分かりにくいですよね。円の方にはっきりしたトレンドが見えているわけではありませんから、黒線を見ていくととても中途半端な値動きにはなっていると思います。実際日足を見てみると今週はもうレンジ相場が見えていますから、今の環境で黒線を見ていくのはちょっと難しいかなと思っています。流れが見えてくるまでは様子見でもいいのかなと思っていますので、これから夜に向けて注目をしたいのが、まずはドル円のショート、あとは豪ドルドルのロング、ポンドドルのロング、このあたりを見ていきたいと思います。
はい、こちらがドル円の1時間足、日足を重ねています。ドル円に関しては昨日まではかなり押しが深かったんですよね。昨日で3日続落、今日安値更新をしてくれば、まあ、4日続落といった弱い流れになっています。流れが出ちゃってますからね、見ていきたいのは今日も安値更新ということになりますので、戻れば売りをまずは見ていきたい。そのためには壁を見つけていかないといけないんですけども、まあ、このあたり少しごちゃついた動きをしていますからね、一つの塊としてこのあたりを壁として見ていくのもありなんじゃないですかね。ドル円はこれ日足を見ていくとも綺麗な上昇トレンドが見えてきます。このチャートだけを見ればもう完全に狙いは押し目買いということになってくると思うんですよね。上昇トレンドからの押し目買い、僕はこれね決して間違ってると思わないんですよね、まあ、実際そうなるかもしれません。今はね、まあ、流れが出ていますから買いを見ていくのは難しい環境というのがありますけども、どこかでサポートが見えてくればね、そこからの反転というのはこれ当然見ていけることになると思います。ただしなんですよね、こちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。週足を見ていくと僕はここに波の底、レンジ相場を見ていました。このレンジから抜けてきたのが先週の動き、ならばまあ押し目買いを見ていけばいいんじゃないのということになるんですけども、大きな売りが入ってきて今はこのレンジの中に戻ってきています。これね、まあ、ゆっくり押してくるんであればね、まあ、押し目買いも見ていけるんですけども、この売りがかなり早いです。そこがまず一つ気になる点、そしてもう一つ気になるのが過去に同じような動きをしているんですよね。105円のミドルまで上がったんだけどもすぐに潰された。結局はこれ104円後半の壁に阻まれたということになります。これは週足の流れを見ていますから、ポイントになるのが週足の終値、つまりは金曜日の終値がどこになってくるかが大事になってきます。僕はどうしてもこの値動きが気になってしまいますね。しかも実際今のところはもうこの枠の中に戻ってきています。こういった流れが出てしまうと再度この壁は意識されてくることになるんじゃないかなと、ということでこの104円の7080、この104円後半の壁、ここに注目をして、この壁を利用して戻り売りを見ていきたいなと思います。ここがレンジ相場になるんであれば、ここはレンジの高値圏ですからね。レンジなんであれば、レンジの上限から下限に向けた動きがあってもおかしくはないかなと思っています。もちろんこの根拠が崩れるのはこの104円後半のこの壁を抜けてきた場合、そうなってしまえばまあ投げですね。ポイントは金曜日の終値になります。あとは今このドル円のこの値動きで苦しんでいる勢力がどこにいるのか、僕はこの上昇で高値を抜けたというこの値動き、この値動きがポイントかなと思っているんですよね。抜けた後の押しになりますから、これ当然押し目買いが入って当たり前なんですよね。こういった流れを期待してロングというのがバンバンと入ると思うんですけども、ただ値動きを見てみるとなかなか反発してこない、ロングが捕まっている状況というのが生まれているかなと思います。今苦しんでいるのがこの高値を掴んでしまったブルハ、ならばまあ反対勢力を見ていくのがいいのかなというところで、ベアの流れ、まあ、売りの流れを見ていこうかと思っています。注目はこの104円後半の壁になりますね。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。短期的な流れを見ていくともうサポート割っている形がありますから、今は高値からの売りの流れを見ていることになります。まあ、トレンドが出ていますから、このトレンドが継続する間はもうどんどん売りを見ていくということになりますけども、もう今は値が止まっていますからね、調整局面に入ったという認識です。ならば今見ていきたいのが高い安ということになりますね。まあ、そのうち安値はもうこの下でいいと思いますので、戻りはどこになるのか、今のこの値動きを見てみると104円の70あたりは一つの壁にはなっていそうですよね。そしてこの104円の70、どこかで聞き覚えないですかね。先ほど上位足を見た時に週足の大きなレンジを見ていたと思います。そのレンジの上限がちょうどこのあたりですね。104円の70から80、このあたりにあります。ならばここで一旦値が止まっている、足場を作っている理由というのがね、まあ、なんとなく見えてくるんではないかなと思います。一つはブルハですよね。ここを超えていかないと、レンジの中に戻ってしまうとね、まあ、どうしても買い方にとっては苦しくなってしまいますので、こういった高値を抜けてくる流れというのを期待したいところではあると思います。一方売り方にとってはね、ここレンジ相場を見ているんであれば、ここはレンジの上限になります。今のこの短期足を見ていけばすごく安いところに見えるかもしれませんけども、週足のレンジを見ていけばまだまだレンジの高値圏、見ていきたいのはショートということになりますから、ここでブルとベアとの攻防が起こるわけですよね。その決着というのが今はまだついていないのではないかなと。今後の流れを見ていくんであれば、この決着を見ていけば次の流れというのは見やすくなってくるんではないかなと見ています。僕はもう個人的にはね、先ほども言いましたけども、このレンジの上限、この壁を意識していこうかと思いますんでね、この壁をバックにショートを見ていきたいなというふうに思っています。ただし、まあこの根拠が崩れてしまうのがこの高値を抜けてきた時、まあ、最終的に崩れるのは週足の終値でしっかり抜けてきたという形になるんですけども、ただまあね、僕はデイトレードをやっていきますので、短期的に抜けてしまった場合も一旦は撤退を考えていくことにはなると思います。今はまだちょっと動きが見えてこないですね。この後値動きを期待したいなと思います。はい、こちらがユーロドル1時間足に日足を重ねています。
先週の金曜日から大きくドルが売られたことによってこのユーロドルもかなり強い戻りが入っています。まあ、それだけドルが弱いんですけども、ただこのユーロドルチャートを見ていくとこの売りの流れが見えてきて、この流れまだ崩れていません。大きな戻りこそ入っていますけども、まだ戻りの高値を抜けていないという事実があります。環境としてはドル売り、ならばまあロングを見ていきたい、これは全然間違っていないと思うんですけども、そろそろ目の前には戻りの高値が迫っています。この壁決して低い壁ではないと思うんですよね。抜けてしまえば大きな下落トレンドの反転が見えてきます。すごくインパクトのある場所ではあると思いますので、まあ、抜けるにしても抜けないにしてもそれなりの攻防というのは出てくるんではないかなと。今現状ではまだ抜けていませんから、大きな流れを見た場合はユーロが弱いドルが強いという流れがあります。ただ今の環境はドルが弱いわけですよね。環境とマッチしていない、そこにこのユーロドルの難しさというのがあると思うんですよね。個人的にはやっぱりこの戻りの高値、これをしっかり抜けてこないとなかなかロングの目を見ていくのは難しいと思っています。ならば狙いはショートということになるんですけども、ショートを見ていくということはドルが強い状況になってくるということ、今の環境と合っていませんから、まあ、そうなってしまえば今はもう様子見になってしまうかなと思います。またこのドルの動きに変化が出てくればね、このユーロドルのショートというのを見ていく場面というのもあるかもしれません。もしくはこの壁を抜けてくればまた流れというものも変わってくるかもしれませんので、そういった流れの変化が出てくればね、また見ていきたいなと思いますけども、それまではこのユーロドルに関してはこの壁を意識した戻り売り、こういった流れを意識しつつもドルが強い環境になってくるのをね、まずは待ちながら様子を見てみたいと思います。はい、こちらがユーロ円1時間足に日足を重ねています。このユーロ円に関してはやっぱり値動きの方がないですね。いろんな場所で値動きの中途半端さというのが出ているんですよね。例えば高安を見た場合に、高値は切り下げているんですけども、安値は切り上げるといった動きにもなっています。直近の流れを見ても金曜日の大きな陽線が立っているんですけどもね、これが戻りの高値を抜けているわけではないです。その後は売りが入っていますけども、安値を割っているわけでもないです。今週に入ってからはヒゲこそつけていますけども、実体部分ではほとんど動きもないです。動きとしてもパッとしないんですよね。ひとまずは直近の高安を抜けるような動きが出てこないと、流れを見ていくのはもう難しいのかなというふうに思ってしまいますね。もともとクロス円全般、今は少し見づらい流れにもなっていますから、わざわざユーロ円を見ていくような環境ではないかなと思います。動きが出てくるまでは様子見でいいかと思いますね。はい、こちらがポンドドル1時間足に日足を重ねています。ポンドドルはもういい流れになっていると思います。レンジ相場が見えていましたけども、このレンジをしっかりブレイクしてきたのが昨日の動き。もう流れが出ていますから高値更新を見ていきたい。今日はそんな日だったんですけどもね、しっかり高値を更新してきています。すごくいい流れだと思いますね。このまま高値で引けてくれば明日もこの高値更新は十分見ていける環境は残ると思います。ただね、じゃあどこでトレードしていくかという部分に関してはちょっとやっぱり難しい部分もありますかね。この動きが少し強すぎるんですよね。短期足を見ていきたいと思います。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。もうパッと見で強いのは分かりますよね。まあ、ショートを見ていくような場面というのは今のところはないかと思います。4時間足を見ていくともうずっと高値更新が続いています。この流れが出ているうちはこの高値更新を見ていく、それでいいと思うんですけども、まあ、個人的には短期足はやっぱり下のサポートを見つけていきたいんですよね。チャートの方が崩れてしまった時にどこで投げるかのポイントが今のところちょっと見当たらないんですよね。まあ、それだけチャートは強いということになりますけども、例えば昨日であればこの辺りで一旦足場を作ってるんですよね。小さい流れも足場を作ってくれれば、こういったところをバックに割ってくれば投げるといったポイントですね。こういったところをサポートにしてロングを見ていくというのは見ていけると思うんですけども、今のこの辺りの値動きね、まあ、サポートを見ていこうと思っても綺麗なトレンドが出てしまっているんで、サポートが見当たらない状況です。下の方でロングしていなければね、この辺りで入るポイントはないかもしれませんね。これはこれでも仕方がないですね。強い流れを見ていきたい、こういった流れはあったとしても短期的な流れが自分のトレード考え方に合わない時というのは当然これ出てきます。追いかけるのもありかとも思いますけどもね、チャートの方が崩れてしまったらそこには後悔が残ると思うんですよね。なので、まあ、ポンドドル、僕もロングというのは考えていましたけども、現状のこの動きでは入れないですね。強い流れは見えていたとしてもまずは僕はサポートを見つけていきたいと思います。それまではもう様子見ですね。はい、こちらがポンド円1時間足に日足を重ねています。ポンド円に関してはもう強い状況が続いています。もうパッと見たらわかりますよね。ただ今の流れというのはこの高値圏でレンジ相場の流れは一旦止まっていますので、調整局面に入っていると見ています。この調整局面ってやっぱり難しい値動きになってくると思うんですよね。実体部分を見ていくとほとんど動いていない。ただヒゲがありますから上に上がったり下に落ちたり、こういった上下の動きに振り回される状況というのも当然これ出てくると思います。これをスキャで狙っていくというのも一つの方法ではあると思いますけどもね、少なくともトレンドをフォローしていこうと思っている人にとってはこの値動きはあまり好ましい動きではないかと思うんですよね。
円の方がはっきりしないので、まあ、こういった値動きにもなりやすい環境というのがクロス円にはあると思います。これはもうユーロ円もそうですし、ポンド円も、この後見ていく豪ドル円も同じようなことだと思います。それまではまあ様子見でもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、上下に壁がある程度見えていますから、この壁付近に近づいてくればね、またトレードというのも見ていけると思いますけども、今はレンジを見ていけば、このレンジのど真ん中、日足の実態を見ていけば、まあ、ほとんど動きもないという状況もありますんで、この状況で手を出す必要はないかなと思います。ポンド円に関してもこの上下の壁、この壁に近づくまではもう少なくとも様子見でいいかなと思います。はい、こちらが5ドルドル、1時間足に日足を重ねています。5ドルも金曜日に大きな買いが入ってからはしっかりトレンドが出ています。今日も高値更新がありますね。このまま引けてくれば、明日以降も高値更新は見ていける流れになってきます。僕はこの5ドルドルに関してはドル円と似たような状況になっているんではないかなと思うんですよね。1月、この辺りに大きなサポートがありました。 0.76 の60あたり、このサポートを割ったという事実があるんですよね。この後2月に入るわけですけども、2月に入ってから5ドルがすごく強くなっています。この辺り、値は動いていませんけども、実はこの間も5ドル強いんですよね。ドルの方も強かったですから、値動きには表れていないんですけども、2月に入ってから5ドルが買われているという環境がありました。大きな動きが出てきたのはドルが売られてからですね。5ドルが強い、ドルが弱いということで流れがしっかり出てきています。この戻りというのがポイントかと思っていて、僕はこの一旦抜けた形、これを重視するんであれば、戻りは当然これ戻り売りが入ってきても当たり前なんですよね。実際入っていると思います。特にこの辺りもね、値が止まっていますけども、ここは 0.76 の60、今までサポートされていた場所、しっかり売りが入りやすい場所でもあったりすると思います。ただ値動きを見てみると値が止まらない、ショートが捕まってしまったという環境が残っています。そしてこの上というのはずっとレンジ相場を見ていました。つまり値動きとしてはレンジの中に戻ってきたということで、まあ、レンジを見ていくことになります。この辺りでショートをした人たち、これはレンジから外れたところでしかもショートをしてしまっているということになりますんで、状況としては苦しいですよね。レンジの中なんであれば、所詮はレンジ相場ですから戻ってくることもあるかもしれません。ただレンジを抜けたところっていうのはなかなかここまで抜けてこないですよね。その前に大きな壁がありますから、この壁を抜いてこないといけない、なかなか救われにくい状況になってしまうということになります。今苦しんでいるのはこの戻り売りを見ているベア派、ならばまあトレードをしていくんであれば、これとは反対の勢力、ブル派につくのがいいのかなと思います。さらに今はドルが弱い環境というのもありますからね、すごく今の環境ともマッチしていると思います。見ていきたいのはロングということになりますけども、ただここには大きなレンジ相場を見ていました。そろそろレンジの上限が近づいてきています。ロングを見ていくにしても、いよいよ慎重にならないといけない状況になってきたかなといった感じがしますね。この戻りの高値、この壁というのは相当高い壁にはなっているんではないかなと思います。簡単には抜けていかないかもしれない、だけでもなかなか下がらない状況というのもありますから、もしかしたらこの壁を抜くための足場というものができてくるかもしれません。壁が見えてくればね、まあ、短期的なトレードもすごくやりやすくなってきますんでね、まあ、環境としてはすごく強いとは思います。ただまあレンジの上限にもいますからね、ロングを見ていくなら慎重に、トレードをしていくんであればより強い根拠を持ったトレードというのがやっぱり必要になってくると思うんですよね。レンジの下限からロングをしていくのとは状況は大きく違うとは思います。なのでまあロングをしていくんであれば、しっかりサポートはまずは見つけていきたいですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。ポンドも同じような動きをしていましたけども、昨日はこの辺りでしっかり足場を作っています。こういったのが見えてくるとね、この下の方からロングを見ていくのはやりやすいと思うんですけども、現状はこの下のサポートが今日は見当たらないですね。ならば、まあ、今見ている近場のサポートというのはだいたい 0.77、10ぐらいになってくるかと思いますので、少し距離があります。近場にサポートがないという点で、まあ、少しロングを見ていくのは難しい場所ということになりますかね。ロングをしていくんであれば押しが欲しいところ、もしくはこの辺りでちゃんとサポートが見えてくれば、このサポートを利用したいところですけども、そういった動きにはまだなっていません。ポンドドルと同じような状況ですかね。ロングは見ていきたいんだけども、近場にサポートがないからなかなかエントリーの場所が見当たらない。僕も実際そうなんですけども、まあ、それでもじれないようにはしたいですね。自分の形が出てくるまではしっかり待つ、これも大事だとは思います。その結果抜けてしまってもね、まあ、そうなってしまえば自分には縁がなかったと、ある程度割り切るのも大事かと思いますね。根気強く待っていればちゃんとチャンスは出てくると思います。はい、こちらが5ドル円1時間足に日足を重ねています。まあ、クロス円ですからね、値動きの方ないだろうなと思ってチャートを見てみると、やっぱり動きがないんですよね。高値圏でのレンジ相場、特に今週に関してはもうほとんど動きがないですね。チャートはすごく強いんですけどもね、この辺りも直近の高値になりますから、しっかりこの辺りで足場を作っていれば、それだけでも十分チャートは強いと思います。いずれ高値ブレイクというのもあるかもしれませんね。ただそれは今ではないのかなといった感じもするんですよね。もう少し時間が必要になってくるのかなと。
円の方にはっきり方向感が見えてくれば黒線全体にしっかり流れが出てくると思います。そうなれば5ドルは強いですからね。例えば円が弱い、そういった流れになってくればしっかりトレンドも出てくると思います。そこまで待つのも大事かと思いますね。まあ、レンジの上限下限というのはある程度うっすら見えてきていますから、この上限下限、壁に引き付けてのトレードというのを見ていくのはありだと思いますけども、今はその位置にも届いていません。レンジの真ん中ですから、ここでやれることはやっぱり少ないとは思いますね。わからない相場に一生懸命なる必要はないかと思います。わかるようになるまで様子見でいいんじゃないかなと思いますね。はい、これドル円なんですけども、今の時間下の方に抜けてきました。これ4時間足はまだあと1時間ありますんでね、これが抜けになるかどうかというのはわかりませんけども、はい、こちら5分足に1時間足を重ねています。1時間足を見ていくと下の方にブレイクしたという形が見えてきますね。今日の高値104円の70あたりは波の起点になっている部分だと思います。動画内でも言いましたけども、このあたりは週足のレンジの上限にも当たります。売りが入るんであればね、この大きなレンジの上限から下限に向けた動き、これはあってもおかしくないと思うんですよね。短期足を見ていけばすごく安い場所に見えますけども、一歩二歩相場の方を引いて見てみると、このあたりはレンジの上限という形が見えてくる。すごくね、まあ、難しい値動きにはなっているとは思いますけども、この売りが出ている原因というのが見えてくればね、まあ、トレードのやりようというのはあるかと思うんですよね。一度抜けたという形がドル円ありますからね、この押しに関しては押し目買いたくさん入っているんではないかなと思います。特に105円台しっかり買いを入れた人多いんじゃないですかね。そういった人たちが今は苦しんでいる状況、見ていきたいのはそういった苦しんでいる勢力とは反対の勢力を見ていきたいですね。まあ、ベア派の流れを見ていく。あと1時間踏ん張れば4時間足も下の方にブレイクという形が見えてきます。この辺りをバックに見ていくとね、まあ、今の位置からは30から40ポイントほどの値幅、少し距離がありますかね。値幅の方がありますので、この辺りからショートを見ていくのは難しいかもしれません。ならば戻りを待って叩いていくか、もう少し近場に壁を見つけてこの壁からショートを見ていくか。ただし日足を見ていけば押し目買いというのも見えてきますからね、買いが入ったらどうなるか、そういったところも合わせながらチャートの方は見ていきたいと思います。待てば結果が見えてくると思います。その結果というのを見ながらトレードはしていきたいですね。今回は以上になります。大まかな環境認識は朝の動画でも触れています。概要欄の方にリンクの方は貼っておきますので参考にしてください。それでは今夜も頑張っていきましょう。